はい、本日ですね、シルバーアクセサリーの比較についてお話していきたいなというふうに思います。ということで、僕のメインはですね、服とかがメインなんですけども、まあ、今回はシルバーについて軽くお話できたらなと思います。別に服に対しても別に業界の人でも何でもないし、アクセサリーに対しても業界の人でも何でもないんですけども、ここにですね、20万円ぐらいするものから、2000円ぐらいのものまで、値段はだいたい100倍ぐらいあるんですけど、まあ、それをずらーっと並べさせていただきました。ちなみにですね、全部素材は全く一緒です。もう全部一緒。ここにまあ有名なやつがあるんですけども、ゴローズっていうね、よく芸能人の方もつけてるんですけど、これもシルバー925っていう素材で使われてます。で、ここにはですね、クロムハーツっていう、まあ、これも有名なねブランドなんですけど、これもシルバー925でね、ここの2000円か3000円のネックレス、これもシルバー925、全く素材一緒。そしてこの、なんかかっこいいネックレスありますよね。このネックレスもシルバー925、これわしのやないかいってことでね、わしが作ってるブランドなんですけども、わしのブランドもシルバー925なので、全部素材は一緒です。やけど値段が違うということでね、まあ一回着用していってどんな感じなんかっていう雰囲気見ていただきたいなと思いますので、見ていただこうと思います。まずはですね、これ僕がずっといつもつけてるやつなんですけど、まあ僕の自分のブランドのね、ジャパンメイドヤというブランドになってるんですけど、これのネックレスは本当にシンプルな、あのベネチアのネックレスなんですけど、大人の方にね向けて、あんまりネックレス慣れてない方とか、ちょっとまあシンプルなのがいいなっていう方にはね、おすすめかなと思って。このブレスレットもそうなんですけど、まあこんなん作ったりしてるということで、これが値段が 13,200円ですね。これシルバー925ってやつ。そして次が2000円か3000円のネックレスをね見てもらいたいなと思います。こちらがね、そのネックレスなんですけども、はっきり言ってブランドはちょっと分かりません。もう無名みたいな感じのブランドなんやったけども、まあ、こんな感じで、ちょっとまあバッテンというかね、クロスがあるんですが、これが2000円か3000円で、これも同じ素材のシルバー925というやつになっております。まあチェーンとか若干違いますけどね、こんな感じでベネチアではないんでちょっとチェーンはちゃいますけども、こういったネックレスがあって、次にクロムハーツをね行きたいなと思います。クロムハーツね、これです。おいおいおい、さっきのやつと違い分からへんやないかいと思うかもしれないんですけども、これねクロムハーツのネックレスです。ちなみにこの先っちょのクロスのやつが値段が確か10万かしたと思います。でチェーンの方が4万円ぐらいやったと思うんで、多分先っちょ10万チェーン4万で14万やったと思うんですけども、これがね50センチの、クロムハーツのネックレス、同じくシルバー925っていう素材です。チェーンも全部ねトップも同じです。そして次がね一番高かった、これビビるぐらい高かったんやけども、まあゴローズっていうネックレスのね、有名なあの原宿のブランドなんですけど、有名な人がもうあのつけてたりするんですけど、これちなみにこの先っちょだけで20万円します。でここについてるビーズみたいなところのシルバー、これありますよね、このちっちゃいシルバー、これだけ1個で15,000円です。だから2つあるってことはこれ3万円かかってるんですけども、紐代なんかほぼタダみたいなもんです。こんな革の紐なんかはタダみたいなもんやけども、じゃあお前この紐のところもシルバーしてこいよと思うじゃないですか。高えんよ、めちゃくちゃ高い。紐だけのチェーンだけで30万とかするんで、ちょっと僕これつけるようじゃないんで、動画で紹介するようのために30万よう僕の財布では出せない、財力では無理だから、全てこれ込み込みでだいたい25万1,000円ぐらいやったんですけどもね、一回こんな感じで見てもらおうかなと思って購入してみました。これも同じくシルバー925っていう素材なんで、全く同じ素材です。でここのチョボのやつもシルバー925で同じです。15,000円、15,000円、3万円ですね。はい、ということでね、まあ途中お見せしたこの2つに関しては、多分どっちがどっちのブランドか分からへんと思うんですね。これバーって見とって、どっちが14万の方でどっちが3000円の方ですかって言われたら、多分はっきりと分からへんと思うんですよ。これ女子に見せたら多分どっちも一緒やって言うと思うんやけど、まあ、それぐらいねこれ素材も一緒やし、デザインもね似てますけども、まあ、こういったネックレスがありますよねと。でアクセサリーってね、おいほんまかいなと、お前そんなにうさんくさい顔してるけどマジでこれ素材一緒なんかって思われる方もねいらっしゃると思うんですよ。これ革の紐は違いますよ、先っちょの話ね。チェーンの紐すら買うお金僕なかったからね、申し訳ないけど、ほんまこれ買った方がね説得力あったんやけども、ちょっとそこまでのお金じゃなくてですね、申し訳ないんですけども、これ全部シルバー925でございます。でアクセサリーは4段階あって、このシルバー925って上の方ではないんですよ。どっちかって言ったら下の方なんやけども、比較的取り扱いしやすい。一番下って言ったらこのステンレスなんですね。これステンレスなんやけども、よく錆びないとかって有名なんやけども、錆び品とかって言ったら大体このステンレスなんですけどね、このステンレスが一番下、原価的には一番下です。今日の取引レートっていうのがあるんですけども、その取引レートを見ていただければ、本日9月1日時点の取引でレートで言うと 1g5円、 5.5 円っていうのがこのステンレスのね、素材の、値段になってます。もちろんここからね加工していくとかっていう値段は別ですよ。ステンレスの、素材の値段だけで言ったら 1g5 円と 5.5 円。そしてシルバーの
今この見てもらったシルバー925が2番目なんですけども、これがですね本日9月1日時点の状態で91円です。 1g91 円の価値が、この銀シルバー925の価値になってます。で後でね重さ測ってみましたか。で重さで何グラムの素材の値段があるっていうのが分かると思うんで91円ですね。 91.41 円ですけどね、細かく言うと。そして次が結婚指輪に多いんですけど、これがねプラチナっていう素材になってて、このプラチナの本日の取引額は 1g4233円です。ちょっとぐんと上がりましたね。シルバーのだいたい40倍ぐらいするんですけども、プラチナの方がねくすみにくいとか、よりいい素材っていうか、より希少価値のある素材なんですけど、プラチナがあると。だいたい指輪って結婚指輪の方はプラチナ多いと思うんですけど、普通の彼氏彼女がね記念日に渡すっていうのはあれはシルバーが多いけども、だいたい結婚指輪とかやったらプラチナになってくるんですけど、そういうのが多くて、ここにまたダイヤが入ってきた話変わってくるんだけど、そんなんがあって、最後もうトップオブトップっていうのがゴールドですね。でゴールドが 1g あたり8476円、9月1日時点ですね、値段になっております。でゴールドの中でも K24 っていうのがあったり K18 っていうのがあったり、いろいろあったりするんですけども、ゴールドは基本的にくすんだりとかっていうのがないので、ゴールドのね配合によってちょっと変わってくるんだけど、 K24 って言ったら 100% 純金やし、 K18 って言ったら 75% が純金やし、 K14 って言ったら 50% が純金やし、K10 って言ったら 25% が純金っていう、その金の割合が変わってくるんで、その分値段変わってきますけども、こんな感じ、どっから見てもこう光ってるよねみたいな感じのがゴールドですね。でここで騙されたあかんのが金メッキを貼ってるやつもあるんですね。このメッキ、これはメッキなんやけども、このメッキのやつとかはそんな高ないですけどもね、そういったことでいろいろありますと。だから今ので4種類ありましたね。まずはステンレス、これ錆びないっていいですよね。 1g5円です、 5.5 円。そしてシルバーの方は 1g91 円かな、なんかそんなんやったと思う、90円ぐらいで、プラチナの方は4000円グンと上がりましたね。でその後ゴールドは一番高い8000円ということで、 1g ですよ、全部 1g の値段、素材の値段がこれぐらい違うというのが分かっていただけたと思います。じゃあ次はね、なんでこのシルバーって同じ素材って分かりましたね、同じ素材なのになんで値段違うのというと、やっぱりこれは言ったらブランド代とかデザイン代とかになってくるわけなんですね。もちろんこの2000円か3000円のアクセサリーも別に加工もされてると思うんですけども、これは2000円3000円で売られてると。でも対してクロームハーツとかやったら、どっちかって言ったら、有名人とかもつけてるから、それぐらいお高いブランドやし、デザイン料ももちろんあると思うんですけど、それ以外にあったら家賃代とかですよね。テナントがやっぱいいとこにあるじゃないですか。大阪やったら梅田のグランフロントとか、東京やったら一等地にあったりするから、その家賃代とか払う分でそこに乗ってくるんですけどね、もちろん人件費もあるし、そういうところで値段が14万円、これは14万ちょっとで購入したんですけど、新品ですね、購入しました。そして次がねゴローズのネックレス、これに関してはね、これももちろんデザインとかはあるんですよ。羽の形してすごい綺麗な形だねって思うんやけども、これも一応肩をくり抜いてるだけなんですよ。肩くり抜いてその後は手作業もあるんやけど、基本的にはこれ肩くり抜くだけなんで、さっきのクロファーツのやつもそうなんやけども、肩くり抜いてそこにブランド代とか家賃代とかが乗ってくるということで、これを持ってることである種ステータスと思う方々もいらっしゃるので、これは価値観の問題なんでね、それが悪いとかいいとかそういう話じゃなくて、そういう価値観もみんなで受け入れていこうよっていうのがね、大人の社会です。子供はそれでねいじめたりとかね、なんか仲間外れにしたりすんねんけども、大人はそんなことしません。みんなで、価値観って人それぞれですよねと。でクロームハーツもそう、そういう自分の好きなアーティストがつけてるんやとかね、そういうところで俺も欲しいなと思う人もいてるじゃないですか。なのでそういった付加価値にお金が乗ってきてるっていうのが分かりやすいですね。このシルバーに関しては特にアクセサリーはそういうところの付加価値に値段が乗りやすい商品なんで。ちなみにこのゴローズとかはなんか店頭でね並ぶらしいんですよ。朝シュプリームみたいに並んで、さらにこの並ぶのにも、今まで1回買ったことある人とか買ったことない人とか、今月誕生日の人とか、関東の人とかっていう、その条件をやった上で並ぶらしいんですよ。で並んだ人全員買えるわけじゃないらしくて、なんかいろいろ難しいらしくてね、ホームページ見てもらったらいいと思うんですけど、もう僕はそこまでやる時間ないんで、ちょっと忙しぶりましたけどね、時間なかったから、もうこれはもう正規店で購入してちょっと高い値段で買わせてもらったんですけど、そういったことで、いろんなねアクセサリーって背景があったりとか、思想とかそんなんがありますので、それがいいとか悪いとかそんな話じゃなくて、そういったところでね、違いが出てくるんですよと、値段の違いが出てくるんでしょう。だから素材に関しては含めてけど全部一緒、もうシルバー925が全部一緒やけども、あとはそれに対して の, ブランド背景であったりとか、そのコンセプトであったり、そこに共感できたらね、もちろんお金払うと思うし、共感できんかったらお金払わないと思うんですけど、こんな感じですよね。これはステンレスやからちょっと違うけども、これはどっちだったかな、
高い方だったかな、あ、これはクロムハーツですね、高い方14万の方ね。でこの羽ちゃんもね高いですけどね。でまあ僕のチャンネルではねこういうのを分かった上で購入される方がねほとんどやと思いますので、あのいろいろ目利きができるというか、あの自分ね分かった上で俺買ってんねんで、と別に高いから買ってるとか安いから買ってるとかそういうことじゃなくて、あいろいろ見た上で、あこういう背景があったり、これは素材一緒やけど価値あるなとかね、そういう風にしてあの選んでいただいている方がほとんどやと思うんですけど、今回アクセサリーに関してはね僕友達とか嫁に言ったらね、え全部一緒なんて、え知らんのってなったからね、あ意外と知らない方も多いんかなと思ったんで、今回ミゼニを切ってご紹介させていただきました。非常にきついミゼニでございますけどもね、この動画を作るためだけに約40万円ぐらいかけております。で40万かけた上でもね、ボロクソ言われたりすることもあるんですけども、まあ、それが表の出役の辛いことであるんですけど、まあそんなことは皆さんにちょっと関係はないので、まあ、そういったことでね、アクセサリーっていうのはこういろいろ素材っていうよりかは、まあ、どっちかって言ったらこのブランドの代金っていうのが非常に乗ってくるのが分かりやすい顕著なんだなっていうことで、洋服は逆にあんまり違うんですね。洋服はどっちか素材の違いが大きかったりするんで、糸が違うとか綿が違うとかで全然値段変わってくるんですけども、アクセサリーに関してはちょっとまあブランドがより強いっていうのがね、あの面白いところじゃないかなと思います。ちなみに重さ測っときましょうか。では原価を出していきましょう。この3000円で買ったネックレスはこれ 0g なので 0g に乗せると 13g かける本日のレートが41円なので、素材だけの値段でいうと1188円というのが素材だけの値段でした。では次僕が作ってるブランドのやつですね。この素材料金っていうのは 10g ですので 10g×91.41円は素材だけでいうと914円が原価ということになっております。そして次がクロムハーツですね。クロムハーツのネックレスを 0g から測ってみたらですね、これは 10g 同じですね。そしたら914円ということになっております。そして最後がですね、このゴローズの羽だけいきたいなと思います。ポン、羽だけで 17g、 結構重いな。 17g×91.41 は1553円ということで、この辺がね素材の原価になっております。はい、ということでね、素材のあの原価を見たと思うんですけども、まあ、その後まあ加工賃とか、その職人さんがこう削ったりとか、職人さんが形変えたり溶接したりとかしてるから、まあ、それはねあの素材量だけではないですよ。そこからまた乗ってはきてるんやけども、まあ、大体原価で言うとそんな変わらへんかなっていうのがね、20万円のネックレスも2000円3000円のネックレスもね、そこまでの違いはないかなということになっておりました。あとは本当チェーンの形とかですよね。こんな感じで同じシルバー925のチェーンでも輝き方が違うのってやっぱカットの仕方が違うから、まあ、それがどれがええのかとか、より複雑なカットになればなるほど値段も上がってくるし、よりシンプルなこう繋ぐだけのあれやったら安くなってくるしっていうところがね、まあ、違いになってくるんかなとは思います。はい、ということでね、本日はですねシルバー925 4本を比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。